今日は静岡市清水区にあります株式会社富士ドリームエアラインズ FDA の本社にお邪魔しています。哲崎さん、大月さん、最近飛行機っていつ乗られました？いや、もう忘れちゃったよ。本当にどこも行けなくなっちゃったからね。そうですよね。私もなかなか旅行に行く機会がなくてですね、こうやって今飛行機の模型見せていただいてるんですが、それだけでもウキウキしちゃいます。でも FDA の飛行機ってこうピンクとかゴールドとかオレンジ、ブルー、すごい可愛いんですよね。そう本当にテンション上がっちゃうんですが、今日は FDA マーケティングコミュニケーション部の松下久さんにお話を伺います。松下さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。FDA さんなんですが、先週金曜日から新しい便が就航されたと伺いましたが。はい、そうなんです。7月16日から静岡熊本線が就航いたしました。はい、熊本いいですね。1日どのぐらい飛んでるんですか？はい、毎日1往復飛んでますね。静岡空港からは午後3時50分に出発しまして、熊本空港に6時10分に着くというダイヤです。そうなんですね。まあ、約1時間半で、まあ、九州熊本まで行けますのですね。早いね。はい、便利に、九州までご旅行行けるようになりますね。哲崎さんもあれじゃないですか、わさび終わってから行けちゃいますね。明日はそんな急。でもね、毎日飛んでるのがいいね。そうなんですよ。熊本はね、この路線ですね、はい、10年ぶりに運行が再開した路線なんですね。FDA 就航当初この熊本線飛んでおったんですけども、はい、まあ、いろんな機材の関係もあってちょっとしばらくお休みしてましたが、はい、まあ、約10年ぶりに復活ということもあって、はい、たくさんのお客様にも今ご予約いただいています。哲崎さん、熊本の思い出あります？熊本はね、人がいい、本当に思います。仕事で行ったんだけど、ものすごいなんかあったかい人たちでね、熊本城もねいいですしね、美味しい食べ物いっぱいありますもんね。私も旅行で熊本2年ぐらい前に行ったんですけど、熊本城で出会ったおじいちゃんと1時間ぐらいおしゃべりして、熊本の美味しいものたくさん教えていただいたんです。本当にいい方いっぱいいらっしゃいますよね。そんなイメージだね。ちなみに静岡から他の地域ってどんなところに飛んでらっしゃいますか？はい、FDA はですね、富士山静岡空港から札幌、出雲、はい、福岡、鹿児島と飛んでまして、はい、まあ、今回の熊本でですね、5路線目になりますね。全部ラーメン美味しいとこですね。間違いないですね。そうやな。確かに、味噌ラーメン、しじみラーメン、博多ラーメン、鹿児島ラーメン、熊本ラーメン、ね、ラーメンうまいもんな。最高ですね。例えば静岡から行こうと思ったらプランとかってご用意いただいてるんですか？そうですね、さまざまな旅行商品もございますけども、はい、例えば静岡からですと、まあ、朝はですね、福岡などにご旅行に行っていただいて、午前中の便がありますので、はい、で福岡や、まあ、太宰府の観光などをして、翌日熊本に行って、なるほど、まあ、熊本旅行ですとか、はいはい、まあ、熊本市内、それから、まあ、阿蘇の方面とかご旅行されて、はい、夕方熊本空港から静岡に帰ってくるなんていうですね、周遊プランも楽しめるんですね。僕以前 FDA さんで福岡行かせていただいたんですけど、福岡って空港から町まですぐだもんね。そうなんですよ、本当に福岡空港はアクセスが良くてですね、便利な空港ですので、はい、まあ、福岡を起点にしながら、まあ、熊本や、さっきお話した鹿児島まで足を伸ばすなんていうこともできますよね。ちょっとね、たっぷり食べてちょっと太って帰ってきちゃうっていう幸せなプランですよね。人によるけどね。私だけですかね。大抵旅行行くと 2,3 キロ太るよね。ありますよね。そうなんです。飛行機それでも乗せてもらえますよね。ちょっと太っても大丈夫ですね。はい、よかった。ちょっと緊張しちゃいました。美味しいもの食べた後は、はい、温泉で、ね、体を絞ってもいいですよね。なるほど、なるほど。さすが松下さん、鍛えてらっしゃるっていう話をさっき教えていただいたので、はい、はい、温泉は体の免疫力を上げてくれますので、九州は本当にいい温泉たくさんありますからね。そんなアドバイスまでいただいちゃってありがたいです。はい、でね、こうやって静岡と日本中近くなって本当に嬉しいですよね。ということでね、今日詳しくは FDA のホームページをご覧いただければなと思います。はい、ということで今日は FDA マーケティングコミュニケーション部の松下久さんにお話を伺いました。松下さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。